今からアイルランドの田舎町を描いてみます。空を大きく塗ったら矢波を描いてみましょう。遠くはグレーっぽくまとめて、手前の建物だけイエロー化にすると飛び出て見えてきます。この手前の建物の存在感をさらに強めるためには、日陰の面と暗い屋根の表現がとても重要になります。では次に、画面左側のこの建物、これも手前に立っている家ですね。しっかりと描いています。後ろにあるこの木、ウェットインウェットで同じく強く描くことがコツですね。大きく建物の前後感が描けたところで、中景のこの部分、屋根の輪郭線を少し描いてから、手前の縁の細部に移ってみましょう。ここら辺の窓、そして建物の下に置かれている要素、楽しいところですから細かいとこ、前景はじっくりと描いてみます。強い色も鮮やかな色も大切ですね。道路の真ん中にある自動車、これは箱としての考えをもとにして、窓ガラスの中の暗さや車体の下側、そして道路に落ちている車の影、この考えを応用して遠くの車をもっと単純化して描きます。左側の車は一番手前ですね。どうでしょうか。こんな感じで見えてきたでしょうか。自動車をかけたところで変形人物に挑戦しましょう。車の大きさや建物のサイズと比較して、人物が大きすぎず小さすぎず、かといって描きすぎず、自由なところですから、あなたもぜひやってみてくださいね。その他、街中で見える例えばこんなポールですね、大小含めて描いたり、また手前の建物の足らないところを描き足したりして、どんどんと奥行きを強めていきます。そうは言っても遠くに見えるものが全くなくていいというわけではありません。描きすぎずに、でもじっくりと描いて絵にミストをつけて、これで絵の仕上がりとなります。今回はアイルランドの田舎町を描いてみました。ポイントは、細々した形を描くのではなくて、手前の建物をしっかりと表現することです。その他に典型人物や移動車の描き方も研究してみてください。いかがでしたか。あなたもぜひ描いてみてくださいね。それではまた。